ザ・細かすぎて伝わらない部品部位ものまね。部品部位ものまね、はい、うん、もう今ので全部説明しましたけど、分かる。なるほどね、はいはい、全部説明したんですけど、はい、もうやっていいですか。食べて食べて、ちょあのね、ゲスト来てんねん。この人誰。どうも、ドラゴンクエスチョンの富田浩二です。よろしくお願いします。熊本の、おー、いたんのもすいません、たびたびお邪魔させていただきました。よろしくお願いいたします。お願いします。まあ、何のパロディかわかりますね。というまあもちろん、そうですね、はい、そうですね、はい、まあ、リニューアルされてザ・細かすぎて伝わらないモノマネ、うん、モノマネの中でもこの部分でやるのかみたいなモノマネだけを集めて、はいはい、そうですね、はい、伝わらなかったら落下するというシステムじゃないですか、はいはいはい、そうです、はい、であれをちょっとねクイズに返しまして、皆さんいろんな道具とか物とか使ってますよね、うん、はい、はい、あります。そういうの使ってますけど、そういうのの部品とか部位とかをどこまで細かく知ってますかって話です。要は今から、はい、まあ、あるものについて、はい、そのものに使われている部品とか部位のモノマネを3つ私がやります、はいはい、例えば、はい、ドアが正解だとしたら、はい、取っ手のモノマネとか小つがいのモノマネとか、そういうのを私やるんだ。あ、部品パーツパーツで、はい、いくつかのパーツのモノマネをして、それが組み合わさって何でしょうっていうことなんですね、はい、そういうことです。3つあるんで、まあ、最初の1個で分かったらもう3点、はいはい、1ポイント1ポイント、なるほど。それを作動さんがモノマネをされる、そういうことです、はい、一番飲み込めないところはそこなんだよ。では最初の方です、どうぞ。クリンチャー。はい、今落下したんだな。今落下したの。何、いや、ちょっと待って、ちょっと待って。おかわりしたいな。おかわりしたい。はい、クリンチャー。3点ですよ。伝わらないモノマネですからね。あ、我々じゃ伝わってないからのこういうリアクションになっちゃってるわけです。それは申し訳ない。こういうことでしょ。こういうパーツ形で思いついたが、もうこれ書きました。書かない。はい。はい。じゃあ回答オープン。何回でもいいです。はいはいはい。正解者いますか。正解者はいません。なるほどね。はい。では。2品目、はい、お願いします。クリンチャーがまず頭にある状態で、はい、次のパーツをだからどう組み合わせるかですよね、はい、クリンチャーってめっちゃ聞き覚えあるんだよな、なんだっけな、はい、では、続いての方どうぞ。プッシャー。はい、どうぞ。落下からハイドーとかちょっと早すぎるんだよな。プッシャープッシャー、はい、ちゃんと見ました。今見ました見ました見ましたよ。プッシャーは右手だって押してるでしょ、はいはい、そうですね。何を押してるんだろうね。そう、なんだっけそれ。いや、めっちゃ聞き覚えあるんだよな、なんだっけな。だから後から見たら多分、うん、もう今は我々全く分かってないけど、うん、後から見たらうわーそれだわってなる、はい、それやってるわってなります。なるんだ、はい、いや、なる気がするってことは、うん、結構我々のこの身の回りというか見たことがあるような、あります、はい、なるほど、絶対にあります。なるほどね。だからあのそれ何ですかとはならない。なるほど、分かんない。じゃあ書いてるとオープン。はいはいはい、なるほど。いやー分からん。ラストチャンスですよ。これ見てる人分かる。じゃあ最後3つ目やります。3つ目が一番分かりやすい、はいはい、まあ、そうですよね、まあ、そうですよね。一応ね1点ですからね、はいはい、では最後はこの方です、どうぞ。ハンドルガッチャン。はい、めちゃめちゃ動いてる。ハンドル探します。いや、ないっすよ。いや、なー、なるほど。めちゃめちゃ伝わってる。なるほど、そうか。
分かった。チーさんも森田さんも分かってそう。ただ二人は分かってる。シアさんも分かってる。ただ合ってんのかな。なんか動きで不安になってきたな。これ伝わるってことはモノマネ上手ってことになっちゃうな。いやそういうこと、そういうことですよ。いや全然分からん。オープン。はい、はい、なるほど。3人は同じ答えです。分からんかった。正解は、はい、ホッチキスです。はい、愛を受け止める部分。はいはいはい、へこんでますね、へこんでますね。折り返すんですよね、そこで。そう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 、押す部分が苦しい。はいはいはい、全体的な動きをするのは半分です。なるほどですね。本当言われてみれば本当に伝わります、ね、そうそうそう、そう、そこクリンチャーなんですよね。すごい。俺がクリンチャーって知ってる人だったら1個目でわかる。いや、そうなんですよ。いや、分かんなかったけど言われればわかる、うん、納得できる、ね、納得は全然できるから無駄く。では最初の方です、どうぞ。美女と筑波。結構動きが一応ちゃんと説明すると、はい、私こうやってますね、はい、ここが美女です、はい、顔が筑波です、はい、これはじゃあちょっとここでヒント出すと、これは何かを止めるための道具です。あ、止める、これじゃないかなと思ったんだけど、はい、違うかな。これ小さいいけそうな感じしてんな、言ってほしいな。いやでも分かんない、そこまで自信はない。回答全員複製よ、はい、なるほどね、はい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 、はい、あー残念。あ、違うな、違うね、ちょっとね、あーなるほどなっていう人はいます。なんだっけ、いい線いってる人います。はい、じゃあ続いてはこの方です、どうぞ。インデックス。はい、思いましょう。ん、え、急にカタカナ言葉になる。あ、いや、違うか。でもまあ身の回りというかみんな見たことある。あ、あります、絶対あります。じゃあここら辺で当ててほしいな。分かんないから、とりあえず勘でいいから。勘でもね、当たればこう2点ですから。そう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 、今のところだって僕が0点みんな1点っていう、全然フラットですよ。では噛みましたね、では一斉にオープン。はい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 、おおおお、残念。あ、3人が同じ回答で3人が惜しいので富田さんだけ違う。でしょうね、はい、1個目高かったからね。いや、あれはそうなんだ、あ、ね、あ、そうなんだ。ヒントとして、はい、その3名、はい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 、2番目のインデックスだけだったらそれでいけるかもしれないけど、1個目の美女と筑波があることによってそれは不正解になってしまう。そこですよね。そうなんですね、はい、ということです、はい、はい、では3つ目いきましょう、はい、ラストはこの方です、どうぞ。リュウズ。いや、そうなんだ。おかわり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 。リュウズ。なんだよ、いい顔してる。ここですよっていうのはね。リクエストいいですか、はい、ちょっとだけ五木ひろしですから。五木ひろしがリューズだったら。はいはいはい、素晴らしい素晴らしい素晴らしい、はい、今だけ BGM が完全にタラッ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 だったね。だからこ、はい、こういうこといいんだよね。そうだ、思い出した、そうだ。一斉にオープン。あ、ちょっと待って、でもそれがそうなんだ。そうだよ、いいんだよ、ね、そこら辺の人迷ってたと思います。近いところにいるとはね。そう、はい、ということで一斉にオープン、はい、はい、ということで正解は腕時計。やーじゃあ、そうだ、この皮を止めるところです。そうです、そうです、そうです。あー、ここが腕時計。あー、なるほど。文字盤の数字のところがインデックス、うん、12本、うん、あ、そういうことか。なるほど、そうそうそう、だから鳩時計ってね、書いた人がいたんですけど、鳩、はい、時計はどうでしょうね、美女と筑波はないんだな、ないね、正解になっちゃう。なるほど、そう、そうだった。ではじゃあまずはこの方です、どうぞ。ハンドリム。え、はい、なんか聞いたことあるな。2つあったっ
そうですね、今2つありましたね。おこれはチーさんはすぐ書けたっぽいですね。あこれ自信ある感じだ。いや、その言葉から思い浮かぶのはこれだけですね、うんはい、確かにこれから思い浮かぶ人もいると思うんで、うん全員が真剣に考え始めたあんだけ最初ギャーギャー言ってたのに、うんうん、それでは一斉に、はい、オープン。ででん、はい、はい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 、とりあえずね小さな正解、すごっ、やったー。あでもね、なんか結構分かってる、まあ、リアクションですね、うん、反応してたからやっぱ、いや、まあ、もうハンドリムといったら、まあ、これかなって、はい、すぐ思ったので、はい、じゃあ続いてはこの方です、どうぞ。フットサポート。ちょっと待って、これ何？フットサポートの顔はそんなの？これこうなの？顔は、まあ、全部通してる、まあまあ、でも、はい、でも小さなこうだ、これで、はあ、はあ、はいって言ってるのは、分かってる立場からしたら、あ、はい、フットサポートですねってなります。はい。フットサポート。違うけど。けど、まあ一応、はい、うん、はい、やっていきましょう。では3人一斉に、はい、オープン。はい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 、なるほど。残念。わかんない。全然わかんない。でもまあ答えを知って振り返るとあーってなると思います。はい、なるほど。そうなんだ。はい、では行きます。はい、じゃあ最後はこの方です。どうぞ。手押しハンドルと解除ブレーキ。え？はい。手の部分、ここです。ここで手押しハンドルと解除ブレーキをやってます。手押しハンドルです、はい、え、やべ、分からなくなっちゃった、はい、だいたい僕の体が主な本体だと、はい、に対してこうあります、位置的に、ね、はい、位置的にはその辺です。手押しハンドルと解除ブレーキはそこにあるんですね。そこにあります、はい、それに対して、フットサポートはどの辺。あ、そう、フットサポートはこの辺にあります。そうでしょうね。ハンドリムはこことここにあります。はい、はいはい、じゃあ行きましょう。オープン、はい、はいはいはい、ということでシーヤさんと草薙さんは正解。じゃあ車椅子です。あー、なるほど。ね、そう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 、その車輪の横でこう押すためのやつがハンドリング。なるほど、そうだわ。で、あの足を乗せるためのはフットサポーター。で、後ろから押すときに持つのが手押しハンドル、で、ブレーキが解除ブレーキ。ハンドリングだと。いや、そうだ、ハンドリングだって車椅子バスケとかで。そうです、そうです、はい、そうだ、そうだわ。最初はこの方です、どうぞ。ラビウム。何なんか板みたいなのがあって、はい、ですね、今のはこれです。これがラビウム。これの部分だけがラビウム。それがね、この角度が大事ですね。手の形とこの角度が重要。そういうことです。今後ラビウムのものまねについてはこれをやってください。はい、はい、では一斉にオープン。なるほど。残念。違うか。じゃないですね。続いてはこの方です、どうぞ。ベック。おお。今のは動きは関係ないです。最終的にはこれ。皆さんも絶対触ったことも持ったこともある。触ったこれは断言できる。持ったこと、じゃあ持てるぐらいの大きさってことなんですね。手で持てる大きさです、ヒントですね、はい、じゃあちょっとヒント、はい、ベックは日本語名では歌口聞いたことある。いやでも違うだろうな。絶対見たことあります。ベックはそれっぽいけどな、はい、じゃあ一斉にオープン。ででん、はい、はい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 、なるほど。残念。いや違う。いや違うんだ。じゃあ最後はこの方です、どうぞ。トーンホール。はい、え、やりましたよ今。はそっくりでしょ。ベックのそっくり。
あーベックそっくりよね、こうよね。あー分かった。分かった、そういうことか。今のシーン見てなかったな、アクソン。もう一回だからベックはこうで、トーンホールがあーごめん見てなかった。なんでや、見てなかった。ごめん、こんな綺麗なツッコミがあるごめん見てなかった。ここがそのトーンホールですか。こっちがトーンホールですね。ここです。ここ、はい。今今日は縦にはね、縦から横に。やっぱそうだと思うんだよな。ですよね、ですよね。ここさ、トーンホール。でも絶対に最後はこうじゃなきゃダメなんですよ、うん、そうです、そうです、やっぱそうです。だから多分あってはいいはず。それ大事ですよね、うん、一応ちゃんと言っとくと、はい、タン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 裏にもさ、いいよね、だね、だよね。そうだよね、そうだね、あってあってあって、じゃあ、あってるわ、あってるわ、あってるわ。では、あー、違うと思うなぁ。違うなぁ。はい、ということで、富田さん、いいよ。わー、よし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 。正解は、リコーダーです。あー、本当だー本当だなるほど。ダビューはこの、そうですね、はい、そうか、板のところ、板のところか、板がちょっと角度、はいはいはい、それだけちょっと分かんなかった。で、ベックは、要は吹き口、吹き口ですね、吹き口やね、あー、なるほど、横から見たら、なるほど。あー、ここが穴ですね。穴ですね、そう、ほうだからね、そういうことだ。あー、なるほど。ベックした方は、ドーン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 、そうですね、裏にもドーン、ドーン。ということで、チーさんの優勝です。優勝です。やったね。でもね、実際やってみて、まあ、伝わったでしょ。伝わったのが本当にムカつく。頑張るよ、伝わるってこと、ね、そうですね、はい、うんうん、まあ、そうね、これ引っ下げて、あの予選に行こう、はい、年末ね、はい、ぜひ頑張ってください。次はもう私も本戦の方のね、予選にちょっと参加しようかなって思って。あ、はいはいはい、うん、もしかしたらね、ここ2回委託じゃあるかもしれない逆に言うとこれ佐藤さんがもう頑張れば頑張るだけ、これ無限にいろんなことできますよね。そうそうそう、確かにね。あの彼ね、あの綺麗な前田健太ってね、あのコメントが残ってるので、はい、いけるんですよ。いろいろ残ってるよ、ね、そうそうそう、うん、かまいたち濱家とダイアン裕介を足してみてはいい。なってないと思う。じゃあそれでは早速モノマネするぞ。あんただけな。そうそう、我々は何もできん。何もしないよね。